どうも、ひとしずく島の小町です。出た、夜中にあいつが出たんです。見間違いかなって思ったんですけれども、マジでした。それではその一部始終をご覧ください。ってことで、これミッションだったんですね。この魂を捕まえるっていうのが、ほら、おう、なかなか距離感がつかめなくて、この二玉目なんてもうむちゃくちゃです。ダメダメ、ほらほらほら全然捕まえれなくて、渡ってやろうかなと思ったらこっちに来たんで、届くかなと思って届くわけがないなのでもう一回渡って、網を持って、ほれ、全然、ほれ、どこほらほら、あ、ほれ、やっと捕まえれるっていう。影がないっていうのがほんまに難しい。さすがに3玉目からは慣れてきたんですけれども、影がないっていうのは本当に難しかったです。はい、4玉目も一撃で、5玉目、こいつも一撃です。2玉目の黒は一体何だったんだみたいな。5つ集めたら、ゆうたろうに返しに行きます。びっくりして、自分で魂を飛ばしといて集めてくれて、 SM の女王張りのわがままですけどね。で、このミッションの報酬は家具なんですけれども、私の場合は床板でした。その他にも服だったり靴などのいろんなものがもらえるみたいですので、ぜひ夜中にゆうたろうを探してみてください。